口内炎パッチなんてあるんだ。買いに行こっかな、後で。でもね、この後ミーティングあるからめんどくさいな。いい、明日で。え、明日ダメだ。明日ママに頼まないとだ、明日買うんだったら。でもキレートレモンなんて飲んだらもう口内炎に大打撃ですよっていう感じなんですけど、もうそんなことは置いといて、はあ、絶対嘘だ、口内炎にはマスターだって。嘘に決まってるじゃないか。明日のいい件で一言も喋れないかもしれない。よすよさん、ありがとうございます。ココアおいしいさんもありがとうございます。しかしながら、あおやちゃんさんもよすよさんもありがとうございます。しかしながら明日は早朝なんだ。早朝、明日は学校休みだよ。勤労感謝の日だからね。明日は早朝です。のんちゃんに託した。みずみも病み上がりだし、ゆきさんも喋るタイプじゃないからな。え、明日意見あるよ、私だよ。キヨキヨシーさん、ありがとうございます。明日はね、朝昼夜ってね、全部違うもの。妹はね、妹1は今ね、爆睡していて、妹2はお風呂にいます。ああ、痛いよ、すごい。そう、明日雨なの。うか、あは、いった。ケンゴさん、ありがとうございます。ツイッターわざとじゃないよ。なんかね、間違えて最初第3回って打っちゃってて、なんか、ああ間違えたと思って、自分では消したつもりだったんだけど、消して第2回にしたつもりが、なんか3を消し忘れてて32回になってたので、なんか間違えて詳しくはってその後言っちゃったし。いつも打ったやつ確認しないでと起こすから。そうそう、プラメでも5時多くて、友達に言われました。私の友達がね、私のプラメ取ってくれてて、そう、それでね、すごい5時多いよねって言われた。そのいうクオリティなの、いつも。バイト頑張れ。5時もわざとじゃないからね。ちなみに、よしさん、ありがとうございます。だるまじゃない、その友達は。なんかその友達はすごい、なんかね、毛利さんとかも見てくれてて、ショールームとかもね、よく見てくれてて、ツイッターとか。それで、なんか毛利さんの、毛利、この前の毛利さん見てたら、ひだやさん好きになったって言ってて嬉しかった。同じだねって言って。そう。逆上がり全然可愛すぎ。ありがとうございます。スイカン種さんもありがとうございます。そう。で、なんかね、ひだやさんがどんな先輩なのって聞かれたの、その子に。だからすごく、もうなんか存在がセクシーで、あのマジで美人で優しいって言いました。もう存在がセクシーでって言いました。あ、
本石さん、ケーブさん、ありがとうございます。ソルさんもありがとう。なんかすごい飛んできた、かわいい人形みたいなやつ。いや、トムさんより顔小さい人私あんま見たことないんですけどね。トムさんはマジでかやばかった、格好よもうやばかったんですよ。あのちょっと虫のバラードを見てみたくて、生でもう最高でした。しかもあ、さっきまでトムさんのポケモン配信見てました。そう、校内に甘いものはねとても良くないんです。まあでも1日1回ぐらいいいかなと思って。決起会なんですよ、あの自分の明日頑張らないといけないから、士気を高めるための決起会のための道具なんだ。これ何、プリンだっけ。そう、プリン。なんか全然さ、こうプリンっぽいさテクスチャーって、なんかさ美容系 YouTuber みたいなこと言うけどさ、なんか感じじゃないからさ、プリンだって忘れてた。にゃんなかさん、ありがとうございます。あのね、もう最初は痛いんだけど慣れると美味しいに変わってくるの。明日朝配信もできないの、多分ね5時ぐらいに起きなきゃいけないから。そうね、5時には起きたいな明日。そう、硬い系っていうか、あのさファミマのねかぼちゃのモンブランプリンっていうのめっちゃ美味しいの。そう、早朝です。そう、まあもし仮に配信ができたとしたら朝とお昼の間かな。誠之助さん、ありがとうございます。アボカドめっちゃ難しかったけど、アボカドめっちゃ難しかったんだけどね、ただいま恋愛中よりは全然いけました。あれはマジで覚えられなかったから。ん？明日撮影じゃないよ。そうそう、ありがとうございます、白菜振っていただいて。そう、なんか逆上がり公演でびっくりしたことは、あの私は逆上がり公演が初めてで、それ以外のチーム公演は全て出演させていただいたことがあったんですけど、あの逆上がり公演ほどチームカラーでサイリウムが統一されてることって私初めてだったんです。もう逆上がり公演がめっちゃ緑でびっくりしたんです。なんか B 公演の前座を出ても別に真っ青っていうこともないし、そうびっくりしました。だからこんばんは、学校でツインテールすることはあまりございません。こんばんは、あつしさん、ありがとうございます。ありがとうございます、白菜振っていただいて。なんかびっくりしました、一面緑で。ドル明けの前座出た、え、めっちゃ出ますよ。ドル明けと僕隊がめっちゃ多いですね。はい、とっても多いです、ドル明けと僕隊は。
なんかね、ツインテールしたかったんだけど、やめました。別に今しようともできるんですけど、は、あとね、二人公演は、何恋公演はね、出たことないです。まあ、でもあれはあんまりないですからね、まず。つっくんさんありがとうございます。そう、二人公演だけないです。あとは全部やりました。そう、しっかり切り抜かれてたし、これダメだよ拡散しやって言ったところがしっかり切り取られてたからね、さすが切り抜きさんだなって。おやちゃんさんありがとうございます。切り抜きで興味持っても、あーあーあーありがとうございます。そう、切り抜き効果なんですね。ちょ、難しい、髪が長いから。だるい感じのメガネ、みずみんのを乗っ取らなければ。何でもやっちゃいますよ私は。ツインテールとかめったにしないからさ、やばいよね。いや、ママはツインテールじゃないよ、さすがに。やばいでしょ、もう痛いよ、おばさんが。おばさんとか言って、やばい、見てたらやばい。ドラ明けも一回出てるけど、いやー、ドラ明け結構多いですよ。ドラ明けとね、あとは、早急にただいま恋愛中公演見ないといかんので、呼んでください。おいで、おいでください。ソララね、目が似合うよ。あ、待って、変なとこ挟まってる。なんか今日朝からなんか寝癖なのか、すごい遅れ毛が跳ねちゃってて、これで学校行ったの超恥ずかしかった。マジで最悪。いや、しばらく私前座の予定は、やばい、言わないよ。言っちゃいけないよ。山正さんありがとうございます。オッケー、オッケー、ムニだ。待って、ツインテールをしました。でもなんか絶妙にね、これヒートテックが見えてるのが本当に鬼ダサくて、てかこのヒートテックが悪いんだけど、全部このヒートテックが悪いんだけど、そう、このヒートテックなんか何、うん、こんなになってる、なってる。チータもなの、そっか、こっちなの。どこ、眉は、ここ眉、今配信てか向こう行ってて、さあお着替えしなさいよ、な格好で。だってまだやってるの。そこ閉めて。閉めれないの、呼んでる。よし、いや、お子さんじゃないわほら、ありがとうございます。あー、美味しいな。
ね、子育てしてないって、だから怖い姉だわ。ね、今日聞いてほしい。じゃあこれちょっと愚痴なんですけど、私の、私がめったに愚痴を言わない、私が言う愚痴なんですけど、なんか私がまさまチータも食べ過ぎなだけだって。そう、なんかね、私が今日学校から帰ってきて、ママにね LINE でなんか洗濯物取り込んどいてってあの LINE 来てたからね、入れようとして、だから妹が家の窓ね閉めてなかったから、あのそこ窓とカーテン閉めてって言ったの、あれ洗濯物入れるからって言って、言ったらはなんでやんなきゃいけないのって言われて、はってなるじゃん。普通にやってくれればいいじゃんっていうか、すぐそこの窓さ普通にさ閉めるだけよ。なのに、はあ、あいつさマジでイラッときて、まゆさ洗濯物入れるからさそれぐらいやってよって言ってさ、でやんないのね。だからめっちゃめっちゃ言ったの、え、だからさやってって言ってんじゃんって言って、3回ぐらいやってぜちゃやってくれたと思ったら窓しか閉めてなくて、え、人の話聞けよと思って、カーテンも閉めて、カーテンも閉めて、ね、カーテンも閉めてです。また3回目でねやっと聞いてくれた。あいつ本当に、あいつとか言ってね言っちゃいけないんだけど、ここはね怒りますよさすがに。こうああいうのばっかなの、次女が。すぐさ素直に返事してやればよくないって思うんだけど、怖いって言うんだったらさ怒らせないように頑張ってって思うけどね。もう怒るわ本当に。うん、生まれた時から反抗期だからね、あの人本当に。マサルは息してるだけで面白いの？そんなこと言ってるくれるの愛ちゃんだけだよ。だってエリコなんて、私が何言ってもエリコとボテちゃんなんて、私が何言ってもらってくれないし。まゆちゃんね、あんま反抗期なくて、新体操の先生に帰るって言われて帰ったこととかあるけど、中学2年生の時、ホテめっちゃ迷惑そうな顔するからさ、なんか変なこと言ったって顔するからさ、いやホテの足はいい、マジで焼き鳥にしたい。ええ、ち違う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 、なんかただ帰れって言われただけでは帰らないですよ私だって。そんな日常茶飯事なんだからさ、私怒られて帰れなんて日常茶飯事なんだからさ、別に帰れって言われて帰ったわけじゃないよ。帰れって言われたから反対側のフロアで練習してたのね。でも先生をめちゃめちゃ怒らしちゃったみたいで、その時だから反対側のフロアで練習してたら先生が私の荷物持ってきて、帰ってって言って、荷物押し付けられてね、あの目の前でママにね迎えに来てくださいって電話させられたから、そうだからやむい泣く泣く帰ったの。24時間テレビもやってたし、
たまにはゆっくりするかと思って帰ってしもうた。そういう世界だから、厳しい世界でやってきたのさ、4歳の頃から。私帰れなんてさ、もう私が悪いんだけど、帰れなんて小学2年生ぐらいの時から言われてるか。別に怖いよ新体操の先生は。どこもどこのチームもそう、24時間テレビがあったから。でも私絶対的に褒められて伸びるタイプだからな。そう、そんな生ぬるい世界で生きてきてないですよ。超ビシバシ、超さビシバシやれてきたよねママだって私衣装返せとかも言われたし、保育園の時に、何歳だったかなあれ、5歳とかの時に衣装着て発表会の練習してたら、全然めっちゃマイペースで、ちっちゃい頃なんか全然できなかったから、もう衣装返してもらえよって怒られたあいちゃん私のこと好きだね、ありがとう。でんじろうさん、よすよすさん、ありがとうございます。そうでもね、それはね、あのね、小学校ぐらいまではしょうがなかったの、私が悪いからね。もうなんか私に才能がないというか、あの私がマジでできないの、本当にみんなが思ってるよりできなくて、なんだろうな、本当にマジでマイペースだったの。マジでマイペースすぎて、あの普通のマイペースとかじゃないの、マジでやばい方のマイペース。そう、あのもう、あの結構、ま、私長女だからさ、ママとかにもさ怒られて、まあ、妹たちに比べたらさ、ママとパパにもたくさん怒られて生きてきたし、あの先生とかにもねたくさん怒られて生きてきたけど、まあ叱られてって言っとくか、叱られて生きてきたけど小さい時にね。でも全然性格萎縮しなかったので大丈夫だと思います。今はねマイペースだけど、すごい、でもね昔ほどじゃないんだ。そう、だから安心してくださいね。そう、宗近さんありがとうございます。そうてか振り覚えもさ、なんかさ、ダンスが大きいのもさ全部新体操のおかげだからさ、言っちゃえばね。だからね全然大丈夫なの、全然大丈夫なのっていうか、あのそういう経験よりも、辛い経験よりもちゃんと今培った経験が身になってるから大丈夫なの。ここはおいしいさん、ありがとうございます。大丈夫なのとか言って誰って感じだけど、大丈夫大丈夫。キッチンさん、ともたんさん、ありがとうございます。そう、マサルはねコツコツタイプなんだ。結構なんか何事にもさ、そんな長けた才能があるわけじゃないから、
まあ運動神経がいいとかはさ、やっぱ遺伝とかもあるしさ、ね、生まれ持ったものとか、あと新体操やってたから筋力とかもあるし、そういうのとは別として、なんか新体操がめちゃめちゃ昔から表現力があるとか、そういうなんかねオーラがあるとか、そういう長けた才能は今もだけど全然ないから、モノピーさんありがとうございます。クワッタさんもありがとうございます。アベメイさんもありがとうございます。だからなんかね、逆にコツコツ頑張るのが自分らしいのかなって思ってる。 MBTI 診断は私はENFP です。確かそう ENFP。 なんかめっちゃね、 ENFP はね自由みたいな感じ、私みたいな人よ ENFP は。そうね、今日ね遅くても27分には終わらせなきゃいけないんだ。そう、そう、広報運動家。私はねブルベナッツですよ。ブルベナッツ、ブルメナッツ一緒。ブルメナッツだから結構いいでしょ。この明日ワールドカップの日本戦何時からですか？時間にねよるかも。私は明日も朝から夜までね、あー22時はちょっと間に合わないかな。うん、間に合わなそう。22時は結構。いや、テストね来週なんだけど、やばいわよ結構。だってテストの前日公演だもん。フェス公演、フェス2回、公演夜公演テスト、これはもうねあのやばい。サッカーの知識あんまりないかな。サッカーめっちゃ下手だし私。なんかさ普通一夜漬けして朝方になった時点でなんか謎の地震湧いてくるじゃないですか。あの地震が現在も来てます。あ、ともさん見ましたよ。可愛かったです。とってもありがとうございます。でもヒールリフトはできるんです。うん、でもねもう私は諦めて寝ることにしてます最近。なんかもう現在はもう私は卒業できればいいんで、実際あの成績とかも何も関係ないのでって言ったらダメなんですけど、そうそう、だからねもうねいいんですよ。どうだってテストなんてどうだっていいんですよ。もう留年はまずいですよ。せっかくさ大学合格してんのにさ留年したらもう元も子もないじゃんね。そう、
いや私全然頭脳明晰じゃないですよ。だって私英語と表苦手すぎてさ、いつも20点とかだもん。出席日数もね、今学期全部休んでも卒業できるぐらいにはちゃんとね頑張ってたからね。 1,2 年の時大丈夫。大学は推薦っていうかね、 AO っていうのかな、あの世間の呼び方で言うと、なんか総合型入試っていうね、面接とかエントリーシートとか作文っていうか、なんかレポート書いて提出して、そう面接するみたいな感じですよ。そうなかなか読まれんなそうチャリ通もあともう少しということで終わりにしたいと思います。13位健吾さん、12位あおいさん、11位おやちゃんさん、10位にゃんなかさん、9位まことのすけさん、8位おのぴさん、7位ティムさん、6位よしさん、5位ともたんさん、4位ココアおいしいさん、3位くまっちさん、2位みくにゃぜんじろうさん、1位スイカのたねさん、ありがとうございました。私面接得意ですよ。得意っていうかさ、なんて言うんだろうね、えなんか言わないで学校バイバーイ。ツインテールの日でした。おやすみなさーい。